皆さんこんにちは、水木青の青色 TV、 イエーイ、始めました。今日はなんとフォーエバー21でプチプラな安いコーデを買ってきたので、ぜひ紹介していきたいと思います。ちなみにな、このかきてるかわいい服もプチプラな商品なので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。それではどうぞ。はい、それではまず1点目に着替えていきたいと思います。それではGO! はい、じゃじゃーん。1点目はこのパーカーです。で、お値段が1790円からなんと600円になってました。で、これはパジャマのコーナーにあって、残り1点で、しかも S サイズがあって、なんか寝巻きとかで普通に着たいなと思ってて、なんかゆるく、めっちゃ可愛くない？これは何やろ、あ、ベロアかな。でもなんかちょっとベロアっぽくない素材やねんな。ベロアやけどベロアじゃないみたいな、そんな感じの素材です。はい。で、名前もスリープウェアってだけで、まあ寝るときに着れる服なので、これを着て冬は寝たいと思います。じゃあ次、ということでね、2つ目はこのネイビーのトップスです。まあこんな感じで、ちょっとぴったりした感じのトップスです。で、無地ですごいなんか着回しやすいというか、何でも合わせやすいし、あと秋冬には絶対に使うであろう服なので購入しました。で、お値段がこれもともと安いみたいで、590円がなんと400円です。そう、すごない？でももともと590円ってことにもびっくり。で、サイズは M サイズやねんけど、まあこんな感じのネイビーのロンティーみたいな感じです。じゃあ次行ってきます。はい、3つ目はこちらのスカートです。じゃーん、めっちゃ可愛くない？このスカートで、このネイビーのトップスにも合うし、いいかなと思って購入しました。で、これがなんと1290円が400円になってました。はい。で、これとあと青色もあって、で、どっちか悩んだけど、このイエローマスタードカラーにしました。めちゃめちゃ可愛いし、あとなんかこうフレアな感じでふわーって広がるし、あと動きやすいし、そう、着やすかった、ゴム素材で、ほら、ということでね、これが3つ目でした。じゃあ次、はい、じゃじゃーん。4つ目はこちらのパンツです。ちょっと大きめのサイズやねんけど、なんかベルトとか、もうベルト持ってくの忘れて、ベルトとかでこうやって締めて履いたりとか、あとはこれちょっとぴっちりしてるからあれやけど、ゆったり履いたりしても可愛いかなと思って購入しました。そう、サイズがな、なんでこんなでかいんって思うかもしれんけど、これ L サイズ1点しかなかってその L サイズを買ってきた自分も自分やけど、まあでもなんか紹介的にはこんなでかい、でっかいサイズが、このこれなんていう柄やったっけ、この柄もあるよっていうのが言いたくて、これを購入しました。あのマフラーとかで冬結構好きな人多いと思う、この柄の。そう、めっちゃ可愛いねんで、ちょっと暑い、はしゃぎすぎて。で、これはお値段が2290円がなんと900円。そう、900円ってやばない？ちょっととりあえず暑いのでちょっと着替えてきますね。じゃあ行ってきます。はい、最後はこのトップスです。このネックの部分は別に何もなってないんやけど、この袖の部分と下のところがヒラヒラになってます。そう、でもちょっとな、これがちょっと二の腕のさ、太さがちょっとバレそうでさ、ちょっと怖いんやけど、まあシンプルにこれはインしてもインせんでも両方可愛いから、
ちょ、ほんまベルト持ってきてないことがミステイク。今すでにちょっとこのズボン緩いままで着てしまったから。はい、と、こんな感じで。なんかちょっとなんかさ、服着てないように見える。大丈夫？はい。で、この色は、なんか見にくいかもしれんけど、これはアプリコットのカラーです。そうやねん。可愛くない？めっちゃ。で、お値段の方が990円が、なんと490円で売ってました。はい。で、まあこれで全品やねんけど、まあこんな感じで、ほんまにいろんな商品が売ってたので、ぜひみんなも見に行ってみてください。じゃあ、こっちは終わりだ。はい、皆さん、どうでしたか？結構置いてる商品もあったりとか、ラスト1点とかもあったりするんやけど、やっぱ店舗によって違うかもしれないので、行ってみて、ぜひ探し出してみてください。その、これはパジャマコーナーやったりとか、その服もいろんなコーナーがあったんで、パジャマを見つけて、これを見つけて、もうほんまに可愛いから、他にもいっぱいあったんで、ぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあ、またねー。